インペッカブルはアメリカ海軍の音響測定感、同型感はない。艦隊はビクトリアスに続いて総動線形を採用し、これにより静粛性と安定性を確保している。監視用栄光アレイ探知装置とパッシブ・アクティブ低周波ソナーを使用して潜水艦のお供データ採集を行うことを主任務とする。送艦などは民間人が行い。 オトモンデータ収集などは海軍軍人が行うこととなっている。当初は6隻建造される予定であったが、2番艦、インテグリティは建造途中で中止され、結局一番艦である本艦のみとなった。インペッカブルはフロリダ州タンパにあるアメリカン造船で建造され、1992年3月15日、寄港、1998年8月28日浸水。 2001年3月22日に収益の後に海上輸送司令部に配属された。2000年8月16日にマースクラインと3年の運航契約を結ぶ。2009年3月8日に海南東沖約1 2 0トルの海域で中国人民解放軍海軍の調査船5隻が包囲しインペッカブルの深度妨害をした。これに対し、 インペッカブルは接近してきた。中国船に対し放水、対する中国船2隻も前方に進出し、結果、インペッカブルは緊急停止した。この事件発生前の3月4日から、中国側は自国管轄海域であると警告し、インペッカブルに強力な証明を当てるなどしていた。過去には、今回の事件と、類似した海南東事件も起きている。ありがとうございます。